くるちょもちょも、くるちょもちょも、今日はいい日だね。テルさん、見てるくるぶしです。俺、女優の名前全然知らない、チョロンです。オーケー、あんた何その女優最近の女優の名前全くわかんない。ああ、そうね。チョモちゃん全くテレビ見ないから、最近有名な人も、ま、わかんねえ。田中みな実さんも知らないよ。わかんない。すごくない？池田ゆり子わかる。池田ゆり子？うん。石田ゆり子。池田ゆり子。誰それ？あれ？池田ゆり子じゃなかった？都知事。小池ゆり子。小池ゆり子。アンナルに入れたエネマグラ。未知です。まあ言うてますけど言うもう女優だけじゃない、人の名前が分からん。これはちょっとやばいよ。よろしくお願いします。今日はですね、以前ちょっとやりましたハウエバー選手やったね。ね、なんか意外と大変身内からご好評いただきまして、ね、なんか割と楽しんで見ていただけたかと思うんですけど、ハウエバー選手権に挑戦者が現れました。募集したもんね。募集しました。一応ね、うん、来ると思ってないけどさ、うん、いきなり動画が届いて、すんごい、何のコメントもなし、動画だけ叩きつけられて送られてきたんですけどすごいすごいすごい。これをね、うん、ちょっと見てみようじゃないかと。見よう見よう見よう。挑戦者の名前がですね、はい、チョモちゃんからちょっと、言っていただきたいんですけど、こいつかーい。お前かーい。お前かーい。そのお名前がですね、我々のですね、はい、MV にも出演している、はい、重量級肉食系婦女シンガーソングライターこと、はい、京子ちゃんでございますね。アナルに入れた。あー、なるほど。まあ言うてたもんね。言ってましたっけ。言ってた。あ、京子ちゃん待ってるよみたいな。そうそうそう。あー言ってたわ。京子ちゃん出番だよ。さすがやな、ちゃんとやってきたんや。えらいえらい。すごいわ。動画を見ていきたいと思います。それでは行きましょう。レディーゴー。こちらの動画になるんですけれども。うん、はい、じゃあ行きます。間違えた。バカ。ありがとうございます、京子ちゃん、ほんまに、ね。ありがとうございます。嬉しい嬉しい。いや、まあ、引き続きね、いろんな方からの独自のハウエバーお待ちしております。はい。みんなで盛り上げていきましょう。そうね。これはもう、クルチョモ以外の枠で、今、京子ちゃんが暫定トップっていうことです。なるほど。なるほど。あ、それいいね。そうでしょ、うん。で、次の挑戦者現れた時に、対決で。対決で。あ、それめっちゃおもろいやん。はい、勝ち抜きでいきましょう。勝ち抜きでこれはおもろいぞ。ワンコーナーできたな。ワンコーナーできたね。大事にしていきたいと思います。いいですね。はい、今回は京子ちゃんのハウエバー、はい、お送りしました。ありがとうございました。グレイさん待ってます。さん、出番ですよ。オッケー、オッケー。